皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年5月31日、10時45分。佳子さまへのメッセージと、あと、まあ、テレビ出演や、もう多分スマートフォンとかで動画をアップロードされてる一般人の方たちも同じだと思います。今から言うことを、しっかりと聞いておいてください。心の声の、声掛けなので、佳子さまに、いろいろメッセージを各公務、について、まあ、送っていて、それに対しての、まあ、それについての返答を、まあ、対してっていう言葉が自然と出てきてる時点で、まあ、その、対になってしまってるんですね。好きな人のそばにいなきゃならないのに、違う男性たちに会いに行きたいって言って会いに行っちゃってる。だいぶ前に多分ギリシャの訪問はこれが1回目じゃなくて、数回行ってると思うんです。で、その時に、もしくは日本で開いていた記者会見か何かで、誰それさんに会いたいです、誰それさんに会いたいです、誰それさんに会いたいですって言ってるんですよ。で、淡井圭介さんに会いたいっていうのは、公金に言ったことないんですよ。言ってる言葉は、会う。本当に会う。こんな言い方。じゃあ、その言葉をちゃんと丁寧に、淡井圭介さんに会いに行きますって言ったとしたら、これ反省していたらしっかりとそういう言葉言えるんですよ。謝罪して。それをコンピューターとかが聞いたらどう認識するかっていうと、コンピューターの稼働の仕方ですよ。隣の人に言ってたら、隣の人は会いに来ようとする。で、通訳へ連れてるギリシャ語を使ってる女なんですけども、黒い服着た。黒服着てる人間はもともとエロ業界の人間なんです。役者としてテレビ出てます。佳子さまも本当は、役者としてテレビ出てます。で、ドラマとかね、そういうところで。で、出たことがあるんですよ。まこちゃんもそう。で、まこちゃんと言っていいんです。それこそ言ってはならない法律なんかありません。世界のルールは法律です。で、例えばお手洗いに入った時とかがそうなんですけども、かこちゃんがね、今回のギリシャの訪問で本当に会うからとか言ってますけども、ついつい僕と本としても、いや、今まで会うって言って、実は会ってくれてないんじゃないって、ここに来てって。家の横通り過ぎたりしてごまかしてるだけでしょって。本当のとこどうなのって。そういうこと聞いてるんです。で、隣のものとか他のものに会うって言ってるから、これ最悪なのが、じゃあギリシャの人に目線で、隣と話してるから。会うって言ったら、またその人に会いに行こうとするんです。コンピューターにジャックされて。で、その、黒い服着てる女、芸者を使う女いるでしょ。あいつも昔僕の勤務先とかに現れて、偉そうな口聞いてたと思いますよ。敬語なしで。まあ、いいかいちょっと原骨を落としちゃった方がいいぐらいのやつ。で、そいつを、佳子様は選んで、通訳に選んで連れてきてる。友達なの？同級生だった？飽きるよ。同級生で江戸業界側の人間。何いるかわからない。フィナンシャルグループ？そこが、キャバクラとか開いてんの？不動産の建物とか報酬して、結局してることは同じだったっていう結論は、20年以上前から結果出てるの。で、そいつは体の中入ってくんの？あの黒い服着た通訳してるやつが。そいつの声で。で、そいつが会おうとして、淡井圭介に。だから僕は腹立つの。もうそうだし、ギリシャのあのふざけたじいさんたちも腹立ってる。あの映像は1回目だったのかどうかわからない。こう近年の。あ、じゃあ今年の。あれ本当は何年か前に行った時でしょ。修道院のところでこう、花、こう、バーってかけてるところ。本当は結婚式場でした？
精神病院なんか本当は撮影したくない？したらいい。一法律にこだわりすぎて上の方で権力によってもみ消してるだけで撮影できます。全人類の少子化の大きな原因になっているのが精神病院なんだから、それを暴いたらいい。だけどその件からその件のことを伝えるとだんまりで、僕が本当に、苦しんでるような内容を伝えた時に笑顔になる。加護ちゃんは会いますって言ってる、本当に会うからって言ったの僕に言ってないから、淡井圭介さんに会いますって、で次どこでってそれ言わなきゃなんない。コンピューターがそう稼働するから、で自分がそう動くからね。加護ちゃんがギリシャに何回も、何回でもこれからの関係を続けて会いに行きたいって加護ちゃんが言ったんでしょ。君の責任の言葉なの。今僕は警鐘を鳴らしてるの。コンピューターが覚えてしまうから、で自分で自分に自己啓発かかってる、その両方で、あとみんなに言ってる、向こうもそう思う、これもう三重の感じがらめ言っちゃダメなの。会いたいですって、自分の好きな人としか、結婚したい人としか。エネルギーの残存量問題があるから、未来の人たちがその VTR を見たときに、まあ、淡井圭介がいろんなことを言ってる、それは世間に公開してる、で他の人もエネルギーの残存量問題を今まで継承してきた人たちがいっぱいいる。じゃあその動画とかその真相を後の世代がね、もうガソリンがもっと石油がもっとそこを突きそうになったときにどれぐらい怒ってるか分かります？で、加護ちゃんは僕に主催してくれた映像って見たことないの。もしかしてしてくれた？だけどコンピューターに映像をカットされてるのか、テレビ局経由で映像作ってるでしょ。テレビ局の連中が身勝手にその部分をカットしてます。人間の操作でもできるんですよ。動画をもう一回作り直して、そこにアクセスできるようにすれば。で、そんなくだらないことに何人も人を使ってたっていうことになります。宮内庁の中でしていた人います？結婚妨害。2019年に佳子さまに会いに来ました、結婚の話でっていうことにで行ったのに、なぜか別の警察官がテレビに出るんだったらうがでええわとか何かわけのわかんないこと言ってたんですけども、佳子ちゃん自体がテレビ出てる。他の皇室の人も。もともと将を先にやらせたのは、王室は皇族の者たちあって、だから君たちも何かしなさい、これがもともとの話。これは僕は多分生まれてくる前から、第二次世界大戦の頃から、で、ロシアとかも表立ってはソビエト崩壊だとかそういう風な話にまあ、なるちょっと手前の頃ですけども、そのオリンピックに関して、ロシアで行われた時に1980年代だったと思います。まあその前後かな、アメリカとか西側諸国はボイコットしたんですよ。あれ何かって言ったら、エネルギーの残存量問題で参加国は次々増えていってると、世界中を飛び回る人が次々増えていってると、これは無理やぞと。第一次世界大戦、第二次世界大戦、エネルギーの残存量問題で戦争始まってるんですか。植民地支配とか、そこの領地を占領して石油が出るから。あと、鉱物資源、金属。まあ、あと、ガスとか、ウラン鉱だとか。ウラン鉱は金属類。原発の元。そして、奴隷制度を行っていた。日本も奴隷制度を行っていた。得た否認という言葉があります。からかってんの。奴隷を。お前は否認を得たんだぞって。
これが権力者だ、力だって。だその要素を、佳子ちゃんは、もともと天皇家という家系だから、自分が謝らなかったら、自分が他者からどう見えるのかっていうことを理解できていない。だから、淡井圭介さんに、淡井圭介さんにだけは、すみません。私が悪かったですって言わない。少なくとも僕は見てる映像では見当たらない、全然。すんなりと謝ったら、案外すんなりとここに来れますよ。で、エネルギーの残存量問題と佳子さまとの結婚は、イコールって僕のホームページに書いてますよね。で、昨年ペルーの件の頃なんですけども、ペルー行く前に、本当にペルーに一番最初に行ったのかわからない。もう、テレビの映像自体が、以前のものを何回も使用しているので、もともと佳子ちゃんは淡井圭介との結婚を将来誓い合ってキスをした。で、二十歳前後の頃も僕に会いに来てる、いろいろ話をしている、歩きながらとはいえ。で、僕の自宅の中にも入ったと思うんですよ。ドア開けた時にね。こうすれば本当は入れるからとか言って、何かこう、ドアの中をこう、いきなりこう入ってきて。その時に相手とどういうふうな経緯があったかっていうことを僕は覚えてなかった。不審人物にしか見えないでしょ。だからまず書類化するの。私は子供の頃にこうこうこういうことがあって、で、こういうふうに告白して何回も淡井さんに会いに来たものですって。で、家は家計はどういうもので、どういう仕事をしていて、で、淡井さんの話をこういうふうに聞いていますって。そこを真面目な顔して言うの。誠実に。ヘラヘラ笑わないで。大統領もそうなんですけども、総理もそうなんですけども、記者会見開いてるときに、ヘラ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 笑ってます？笑ってないでしょ？相手バカにして喜んでんの？笑ってたら。こんなところで笑ってたら、どれだけの反感を買うか、わからないと。みんながどれぐらい起こるかっていうことがわからない。だから、無難に大真面目な顔をして言っています。だけども、佳子ちゃんの外交は全く逆。ずっとヘラヘラヘラ笑ってる。仕事中、どんな仕事でもそう。仕事中にヘラヘラヘラ笑ってる時ってみんな仕事失敗するでしょ。それと同じなんですよ。言うこと全部自分から間違えていくの、自滅して。なぜそんなに社会人として出来上がってない状態で、もう25歳超えてでしょ。本当に忙しい時ってね、ホテルマンも実はあんまりお客様に笑顔になってない時あるんですよ。オーダーテイクとかこうする時にね、こう書くでしょ。わかりましたと。その時にニコッと笑顔で言うかっていうと、言わない。忙しいから。そんな余裕はないの。曖昧はタイミングで一瞬ので、頭の中で次に自分は何するか考えているの。ずっとヘラヘラヘラ笑っていたら、笑顔になってたら間違えるから、行動が。最終的にスポーツの勝ち負けをしていて、試合中に笑っていたら、僕の知る限りのルールでは勝てない。だから家の中誰か覗いてる。テレビモニターにね。僕は笑ってるか笑ってないか。それを現場に伝えて、もしくは電波で伝えてるかもしれない。それによって阪神タイガースは負けていた。以前はね。はっきり言うよ。試合の勝ち負けで、僕に植え付けられたルールと、相手が全く同じルール、どうなるか。圧勝。そんなレベルで生きてる人間なんかまずいないから、年齢じゃありません。生き方の問題です。生き方のレベルです。真面目かどうか。ほとんどの国会議員の人は真面目ですよ。
失敗したら訴えられますから。そんなに気抜いて仕事なんかでしてない。だけどもがんじがらみになって失敗する。例えば読み上げてるあの適当な文章って、まあ、あの僕の方には、まあ、これ一般人の方向けに言うんですけども、まあ、僕の方のね、家に上がってきてる、映像だとか、まあ、本音の部分とかでもね、まあ、まこちゃんもかこちゃんもそうだし、まあ、愛子様もそうだけども、まあ、愛子様っていう言い方も、その、あんまりね、その、まあ、人間関係的に、そんなにこう、深く、こう、どう言ったらいいかな、こう、まこちゃん、かこちゃんは、子供の頃、こう、フルーツラーパーク、手をつないで、こう、散歩をさせてあげたりしたじゃないですか。で、ふみひと様とか、きこ様とか、優しくしていただいて、まあ、それは、なるひと様とか、まさこ様もそうなんですけども、だから、あの後だったじゃないですか。愛子様が生まれたの。だから、直接僕とこう何か接点があったかっていうと、その記憶は全くないんですよ。だから僕は、愛子様としか他人行儀の、言葉しか言わないんですよ。まあ、一時、最初の頃は、成人様なんか皇太子殿下の頃はどう言ってくれてたかって言ったら、成人さんでいいよって。一般の方からしたら驚かれるかもしれませんけども、ふみひと様もそうですね、きこ様も。ふみひとさん、きこさん。それでいいよって。僕たちもなんかこう、プライベートの時まで様々様々様々って言われるの、なんか変だなって、本当は思ってるから、って。他のところでもそうなんだけども、って。なぜかっていうと、一般人の人たちお互いに、さま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 なんて、仕事で、商業倫理がかかった時ぐらいしか言っていないって。それって、心の奥底からその人のことを尊重して、さまって言ってるかっていうと、言ってない。一般の仕事は。だって相手は、名前も住所も電話番号もわからない人間に、一応、トラブルにならないように、何々様ってホテルマンは言ってるだけ。VIP とか来るから。で、その VIP の正体が、多くの人間からお金をピンハネしていた人間の、経営者の人たちだったりだとか、社会を、まあ、裁判所とか、いろいろ入り込んできて仕事したりしてるのも知ってますよ。それは警察官に代わって、例えば議員の人とかに現れたり、それはまあ、僕にとって良かれ悪かれの部分があるんですけども、例えば去年の件だったら、松野さんが、来てくれて、だけども、やっぱり警察官の制服着て現れる、急に現れるなんていうことを、まあ、松野官房長官なんですけども、そういうことを僕は全然想定しなかったのと、あと基本的にね、帽子かぶっただけでみんな、どこの誰かわからない。普段の髪型とかそれがあるから、だからわかるんですよ。で、僕はまあ、一警察官の人と話してると思って、まあ、以前の件とかを話したときにね、松野さんはしっかりと敬語で、僕より年上の方ですよ。その警察官は悪い人ですねっていうことをしっかりと言ってたんですよ。で、敬語なんだけども、すごく気を張ってます。笑ったりしない。で、まあ、あと他の2名の警察官とか現れたんですけども、そのうちの1名はもしかしたら、あの皇居のところで、もしかしたらですよ、わかんないですよ。で、その皇居のところで、ね、その、テレビに会うんだったら、うわやわって言った人、笑いながら、うん、楽しそうに言ってるんですよ。テレビに出るんやったら、うわやわって。うん、そういうふうに俺には聞こえてるって。だから、事の経緯とかを何にも考えてないから、自分の結婚じゃないから、気軽にもの言っちゃうんですよ。油断で、気張ってないから。淡井さんの結婚妨害になってしまう。自分たちが法で出なきゃなんない、ここで合わせなかったらっていう危機感がないから。本当にそう。
だから、淡井圭介の勤務先とかでも、例えば今まで結婚話をした人がいて、その者が訪ねに来た。じゃあ、店長をしていた警察官の人間とかが車に乗せて、駅まで送ったりしてるの。じゃあ、それデート。車の中で一緒に乗っちゃうと。結婚していて、異性と車に乗って楽しくお話。そんな映像見せてもらいなさいな。どちら側の立場でも同じ。旦那さん怒りますよね。嫁さん怒りますよね。嫁さんがやられたとしたら、旦那さんがやられたとしたら。でしょ？で、これ結婚する前から同じなんですよ。で、たくさん話したから、今回の要点まとめますけども、横に連れてるギリシャ語を話す女、最初からいらないっていうことになってます。そんなところまで行っても意味ないからと。で、あとそこまで行くことによって、淡井さんを睡眠不足にさせたいのっていうこと。それ、いらないっていう判定になってるんですよ。世界中にとってね。それは僕が決めていいんです。エネルギーの残存量も一番、深く対応していたのと、台風消滅についても、深く理解していたのと、方法について手法を提示したのは、世界で僕だけですから。発生数を抑えるとかね。大きな災害を発生させない台風とか。だからそういう分かってる人が、主導して、ああしなさい、こうしなさい、で、現場が実行しなかったら、できるわけがないんですよ、防災って。で、その佳子ちゃんがその域に達してるかっていうと、そうは思えない。はっきり言って。借り物の力。自分でたどり着いた答えじゃない。じゃあ、僕はやめてって言った時って、去年もそうだったでしょ？皇居行った時に、佳子ちゃんに会わせてくれたら、物事何か進展があった。だけども、追い返した。だから本当の本音は僕にはわからない。会うから会うからっていうだけで、これ、しっかりとしたルールを作りましょう。会うからと言って、家の横を通り過ぎたりとかするのなし。淡井圭介の自宅に来て、しっかりその結婚話をね、今後どうするのか、それを受け入れるのかどうか。淡井圭介の結婚希望相手、佳子様として、それを受け入れるのかどうか。それとも、公式会見開くまでちょっと時間をくださいなのか。それはっきりしよう。それしない場合、もう僕は見てなかったとしても、佳子ちゃんの方が大変な目に遭ってください。それぐらいしなかったら、話進まないと思うんです。何にも。だって26年間何も話進んでないんですから。たとえそれは総理でも同じ。他国の首脳の人でも同じ。上皇天皇陛下でも、天皇陛下でも、総理でも、そうしましょう。多分、エネルギーの残存量問題で、コンピューターの機能が大きすぎるんですよ。能力が高すぎて。だから、富岳で日本中の人を操れるのかもしれないです。それはもう今までのスポーツの勝ち負けだとか、映像加工を瞬時にされてる話だとか、その辺の話を AI にね、すべて受け入れてもらったら、ああ、そうだろうなって。なぜかコンピューターからしたら、エネルギーが底をついたら自分たちが死ぬから。だから人間の方が余計だから、いらないっていう発想になってしまう。コンピューターの中で。かたやそうじゃないコンピューターも存在するんでしょうけども、スーパーコンピューターをたくさん作りすぎて、人間同士が会話をした時に、話の最終結論が変わってしまうように、コンピューターもずっと会話を交わしている時に、コンピューター同士でね、結論ずっと変わってしまうんだと思います。
で、めんどくさくなる。人間みたいに。で、こういう結果になる。以上です。だからまあ、テレビに出る人とか、動画をアップロードする人も、それ相応の、覚悟って言ったら変なんですけども、対処、どうすれば対処できるのかっていうことを、大真面目に考えて、相手の気持ちまでコントロールしてくるんですよ。例えば、誰それさんに電話かけて、いついつ会おうって言ったとしても、相手を会いたくない気持ちとかにできるんですよ。他の人とつなげることによって、体の中に霊的なものを入れてくることによって。だからそれが先ほど言ってた、ギリシャ語の通訳、黒い服着てる人間は、基本的にL業界と深く関わってる人間です。山口博之さんもそう。マキアワっていう声が聞こえてきたけども、それはすぐに、山口博之さんが、負けています。最初は黒いタキシードじゃなかったんですよ。フルーツララパークのキムチ。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、あと着信通知の設定がわからない方は身の回りに聞いてください。着信通知の設定っていうものをしていただくと、僕はどのような動画をアップ、動画をアップロードしたら、その着信通知が来るんですよ。で、本当に、淡江さんの言ってること重要だから、本当にみんな見た方がいいよっていうことを、お伝えてください。だから富岳だけで世界中の、人たちを対応してるわけじゃなくて、今アメリカは世界ナンバーワンのコンピューターなんですよ。で、それをどんどん大きくしようとしている。NVIDIA とか、ああいう風な半導体を作ってるようなところの、純利益がこの間日本円に換算で2兆何千億円。純利益ですよ。営業利益とか経常利益の話じゃないですよ。純利益ですよ。そんなお金どうするんです？ 2 兆何千億円も。何に使うんですって。スーパーコンピューターをずっと大きいものを作り続けようとするでしょう。だから株価は上がってる。だから新ニーサについて天皇家の人たちが、新ニーサを上がる前に買っていたとしても、上がった後に買ったとしても、非課税の部分。捕まります。横領事件。これも国会議員の人たちも全員同じです。だから株に手出せないはずなんですよ、本当は。だけどもそれをスルーされてしまうでしょ。っていうことは、まあ、富裕層がさらにお金持ちになる仕組みを作っておいて、自分たちは何にしてもいいよっていう国に昔からなっていた。だからエロ業界は上の方が開いていた。これは本当の話。だから Google からなぜエロサイトアクセスできるのって。世界中の人がアクセスできないようにしていたらいいじゃないって。その中に政治家とかでエロ業界に出てたやつとかいるんだったら、それも名前公表しましょうよ。このものはって、何回名前変えてますって。で、こういう風な形で国会議員になってますって、議員になってます、知事市長になってますって、それ公表したらいいじゃないですか。昔はそれしてたんですよ。イギリス王室の人も、不倫していただとか。ものが出てますから。ただ僕は映像まではいらないと思う。文章でいいと思う。で、その中に証拠がどうしてもっていう人用に昔モザイクっていうものが書けられていたんだと思いますよ。あ、これもまず間違いないなって。以上です。これがこの世の中の実態であり、ダーティーな世界で。まあまあ、カコちゃんからしたら気の重いメッセージかもしれませんけども、まあ、もともと一番最初、他の国の大使館、一番最初はギリシャだったかどうかはわからないですけども、会釈でしたでしょ？握手しないで。僕はそう言ってましたよね。キコさんからにもそう言われてましたよね。だけども、それを破って握手したがるんでしょ？それはなぜですか？その答えを返答してください。公にして。それがどうしても、今嫌っていう言葉で僕の口が動いたんですけども、あ、君は嫌なんでしょうね。だからそれは卑怯者をすること。これだけでわかる。それか僕の家に来て教えてください。最初から書類化した方がいい。自分のその、
誰それさんにああ言われました、こう言われましたっていう弁明つけじゃなかったら、許せることと許せないことがありますから。だからもう嫌な世の中にしか見えない。ちょっと今回の動画はこれぐらいにしておきますね。で、昨日、佳子様の動画で、だから佳子様って言ってる時は、なんかちょっと他人行儀なのかもしれませんね。まあ、書き込んだ文章があるんですけども、まあ、それちょっと、その動画、その見出し、まあ、何々っていうその動画で、で、コメント、僕はどんなことを書き込んでるかっていうところを撮影して、お伝えしたいと思います。以上です。